皆さんこんにちは。ジーコジャパンではエースとして活躍をした久保竜彦氏、クラブ日本代表では順風満帆ともいえる。現役生活を過ごしながら引退後は突如田舎に移住をしました。そんな久保氏は現在どのような生活を送っているのでしょうか。輝かしいキャリアとともにご紹介いたします。久保竜彦氏は1995年サンフレッチェ広島に入団をします。高い跳躍力とスピードを持ち、日本人離れした高い身体能力で記憶に残る数々のゴールを挙げた選手です。その身体能力の高さからドラゴン久保の異名を持つことでも知られています。1998年より広島のエースとして定着し、リーグ戦32試合12得点の活躍を見せます。翌年も中心選手として13得点の活躍を見せると、その後4年連続で2桁得点を記録しました。しかし2002年にチームは J2 へ降格、2003年に横浜 F ・マリノスへ移籍をしました。移籍1年目から J リーグにおいて群を抜く攻撃力を示し、25試合16得点を記録、年間優勝に貢献しました。しかしその後は怪我に泣かされるも、要所では活躍を見せ、2006年には29試合5得点を記録します。2007年に横浜 FC に移籍をすると、開幕戦の浦和レッズ戦では度肝を抜く超ロングシュートを決めます。このゴールを決めた際に見せた喜びのダンスがひょっとこダンスと話題になりました。しかしこの活躍は単発的なものに過ぎず、シーズンを通じて怪我が多く、リーグ戦は序盤の8試合に出場したのに、得点もその1点のみに終わりました。その後は古巣広島へ6年ぶりに復帰、2010年、2011年はスウェーデン金沢でプレーをし、2014年広島県リーグで廿日市 FC でのプレーを最後に38歳で引退をしました。日本代表には1998年トルシエ監督の初陣となったエジプト戦で初戦室初出場を飾ります。その後も招集をされますが、ゴールを決めることができず14試合無得点のまま、2002年日韓ワールドカップメンバーからも落選をしました。2003年以降はジーコ監督の下で代表復帰、2004年4月の欧州遠征で3試合連続となる計4得点を決め、一気にジーコ監督の信頼を獲得しました。日本代表のエースとして起用されるようになると、約1年間で12試合8得点という結果を残します。しかしその後は腰痛が悪化し離脱を余儀なくされます。2006年に復帰を果たすも万全とは言えず、ジーコジャパンでは18試合出場、チーム最多の11ゴールという結果を残し、エースとして期待を集めていたものの、持病の腰痛は改善されず、ドイツワールドカップメンバーから落選しました。久保氏はワールドカップは出てみたかったけど、怪我もあってあれが限界でした。まあ酒も飲んだし不摂生でしたから、でもあの時は楽しかったし、酒を飲まなければよかったとか、そういう気持ちはないです。忘れられないのは、落選した日にテレビを見たら、メンバー発表の会見を母ちゃんが母校の先生と一緒に見ている姿が映っていたこと。悔しかったというか、子供の頃は何しとんやって、いつも怒っていた母ちゃんも泣くんだって、その映像を見て思ったのははっきり覚えていますと、当時を振り返るとインタビューがあります。そんな久保氏は引退後驚きの経歴をたどっています。2018年に都会暮らしに馴染めなかった、景色が気に入ったとの理由で山口県光市室積に移住。久保氏はある日突然移住を決意し、2週間後には引っ越したというから驚き、現在はサッカー教室やイベント出演で地方へ出向くこともありますが、週2日はドラゴンカフェで地元名産の牛間の塩で自家焙煎した塩コーヒーをお客さんに振る舞うなど、のどかな港町で釣りや野菜作りを楽しむ日々を過ごしています。起床は毎朝5時ごろ、トンビが鳴き出すので、よっしゃ起きるかって、夜は酒を飲んで眠くなったら寝る、だいたい23時には寝ちゃってます。起きて海沿いを散歩すると、そこら辺に魚がいるのが見えます。アジとかイカ、ブリが釣れることもあるし、それを近所のおばちゃんにさばいてもらって食べたり、知り合いの畑を借りて野菜も作っていますが、やっぱり自分が関わったものってうまいと話しています。室積に移住後、久保氏は近郊の離島で塩作りにも励んでいましたが、
コロナ災いの影響で離島に渡れなくなり、塩作りができなくなって以降、地元のドラゴンカフェで塩コーヒーを入れているとのこと。久保氏はマルシェや都合がつくときに店で塩コーヒーを入れています。もともとコーヒーは好きじゃなかったけど、こっちの塩はいいし、塩を入れて焙煎してみたらめっちゃうまとなって、コーヒー豆はカンボジア産で、豆を干して剪定して焙煎して店で出すところまで全部やっていますとこだわりを持つ様子。現役時代は豪快なプレートは裏腹に極端な口下手で、インタビュアー泣かせとして知られていましたが、年を重ねるごとにその印象はだいぶ変わっていました。現在サッカーはたまに見る程度とのことで、自宅にテレビがないため、代表戦を観戦するにも知人が営む飲食店に足を運んでいるようです。カタールワールドカップの初戦、ドイツ代表との試合は総合ニュースサイトのジアンサー編集部を訪れ、試合を観戦した模様、その様子を記事をもとにお伝えしていきます。国歌斉唱で赤髪になった長友佑都選手を見て戸田やんと突っ込み、さらに中継の解説が井原正美氏、福西隆氏と知ると、 NHK 守備的やなとドラゴン節を披露します。前半8分、立ち上がりから劣勢だった日本代表ですが、一瞬のカウンターから伊東純也選手のクロスに前田大然選手が合わせ、ゴールネットを揺らします。うおーと雄たけびを上げると、ジャージのポケットからガラケーが落ちるほどに興奮、オフサイドかと肩を落とします。すると前半33分、ドイツ代表に PK を与えてしまい、これを決められ先制点を献上します。この時久保氏はいやーあーと言い、止めろと声を上げますが、最後は頭を抱えていました。そして後半30分、三笘薫選手のカットインから、最後は代表で一番好きという堂安律選手の同点だ。これにはおうおう堂安堂安と、横浜 FC 時代に度肝を抜く40メートル弾を決めた時よりも興奮した顔で手を叩いていました。さらにその8分後、後半38分には板倉滉選手のロングパスから浅野拓磨選手が抜け出し逆転だ。突然訪れたその瞬間に久保氏は言葉を失ってしまいました。やがて森保さんすごいとだけつぶやきます。その後はひたすら試合終了を願い続け、ロスタイム7分、嘘やろ、早く早く終わり終わり終わりと、そしてついにその時が訪れます。試合終了を確認すると、こんなことある、いやすごいね、やばいねと興奮を隠しきれぬ様子。上機嫌の久保氏は、朝まで飲まんといけんね、こんなことないでしょ人生で、だってドイツよ、相手ドイツとこの観戦を最後まで楽しんでいました。いかがでしょうか。輝かしいキャリアを持ちながら、引退後のセカンドキャリアは驚きの道を歩んでいる久保竜彦氏。その自由奔放な生き様は現役時代の久保氏のプレーにもつながるものがあるのかもしれません。これからもどのようなキャリアを積み重ねていくのでしょうか。今後の久保氏にも注目していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。